皆さん、こんにちは。あの今回ともひろくんの誕生日がいつだっけ1月11日でしょ。で今今日が1月31日で下ジェロムが日本に来るんです。はいはいはい。だからそれに合わせて、まあ、ジェロムと俺ら一緒に、うん、そのともひろの誕生日をお祝いしようということで、みんなで祝えるようにね、今、はい、新宿にともひろの誕生日を買いに来てます。はい、何がいいかな、何が合うかなっていうのを考えたんですけど、スニーカーかなっていうので、ちょっと考えがまとまって、いいのあるかなっていうので、今からちょっと靴屋さんに行きたいと思います。じゃあちょっと探していきましょうか。はい、 OK。 いっぱいあるね。やっぱナイキよね。まあナイキが一番やっぱスニーカーがね、めっちゃ観光客おる。ほぼほぼ確かに聞こえる言葉が日本じゃない。マジで日本じゃない。すごい。皆さんもね、今もう日本開拓してるんで、うん、ぜひ遊びに来てください。最近マジで新宿とか渋谷もうマジで多い。マジで多い。確かに。やばい。どこ行ってもね。最高です。最高。みんないっぱい来てください。うお、レイカーズ。レイカーズ最近あの日本人の八村塁もレイカーズに、ワシントンウィザーズからレイカーズに行ったので。あとさ、あいつなんかこのレイカーズのさ、よくあのバスケ来とんな。確かにレイカーズ多分好きよな、あいつ。結構いいよな。あ、そう、レイカーズ好きっていうか、あいつだってコービーめっちゃ好きやん。あ、そうだってことは多分これは、ね、絶対嬉しい。あの最悪部屋に飾ってくれる。飾ればいい、うん、あ、じゃあこれ買うか。これ買おうか。これ1個やな。オッケー。あとはあのドンキで多分。オッケーオッケーオッケー。さっき買いました。はい、皆さんこれどうすか。何このスピーカー。あ、これスピーカーなの。これスピーカーらしい。めっちゃカラフルやな。で、これカラフルやし、これちっちゃいでしょ、うん、これコンパクトやから持ち運びできる、しやすい。やっぱさ、うん、音楽聴く機会も多いやろし、確かに編集する機会も多いやろから、編集これでね、編集で箱もなかったりできるし、で、これさらにね、防水。あ、防水なの。防水しっかりお風呂で使えるんだ。そう、割といいよ。俺も欲しいわ。ね、これにしようか。 OK OK。 バブやっぱさ、誕生日じゃん、うん、誕生日って言ったらやっぱ生まれた日ってことは、そうだね、赤ちゃんで育った時の頃をちょっと思い出すっていうのを。なるほどね。ちょっとあのバブバブ対決をさ。あ、これゲームなんや。そう、対戦ゲームって書いてあって、多分これの中に何かドリンク入れて、うん、先に買った方がさっきのスピーカーをもらえるっていうことに。あ、なるほどね。あいつだけのプレゼントじゃなくて俺らにもチャンスがあるってこと。なるほどなるほど。こっちに横にもあるよ。これ何これ。あ、じゃあこれあれや、あの負けた方1対1で戦って負けた方これって思う。罰ゲームで勝ったらご褒美。面白そうじゃない。勝った人があのスピーカーもらえて、負けた方はこれもらえる。そうそうそう。だリスクもあるしご褒美もある。なるほど。まあ世の中リスク取らなきゃね。そうそうそう。いいものもらえないっていうしね。え、よくね。いいね。確かに。でこれ先勝った、これは確実にともひろに誕生日プレゼントで。オッケー。どうすか。買いましょうか。オッケー、そうしよう。はい。会計に行く前に。これあったあったあった。来た。たっぷり使えるバセリン。これはね、日本語マンタップの誕生日企画のもう代名詞、伝統になってるんで買うしかない。あげなきゃいけないよね。それも出ます。はい、OK。 じゃあもう全部整ったので、あとはもうケーキを焼くしたりするだけなので、当日お会いしましょう。バイバーイ。皆さん、先ほどね、ともひろの誕生日を大塚と一緒に買いに行ってたんですけれども、大塚にも今回サプライズしたいなと思っていて、で今大塚とあの別れたところなんですけれども、そこで大塚へのねプレゼントも、ともひろのサプライズが終わった後、大塚のサプライズをしようかなと考えています。なので今から大塚のプレゼントも買いに行こうと思います。ガイス、アダバニャック。ガイス、これに決めました。わあ、クレンバナッシー。オッケー、ガイス、アクーダブリー。
めっちゃいい靴があったので買っちゃいました。大塚も喜んでもらえるといいな。 OK、 じゃあ次行きましょう。 OK ガイス、タタンクドンキホテラギアダパヤナイスヤンイニバジュースタシオン山手スタシオン新宿わおナイスクレンバンガッダンジュガイニワジブバンガッガイスキャディイニジュガブリア。安定にパイ投げしてびっくりしたところにいろいろやっていきたいと思います。これ多分ね前のあの智弘の家にいた時ためにあいつ驚くと思う。ハッピーバースデーとそろ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 いけるんじゃない。智弘にちょっと連絡してみて。じゃあ準備しよう。オッケー準備しよう。オッケーガイズオッツカスカラオカルスペタルニャーイタチュカバースプライスオロタロオツカジャリラティナピストクッキングの始まりです。ファーストステップ、これを準備します。このプレートに。完成です。ここめっちゃ痛い。絶対幸せだね、トモヒロ。これは幸せよ。絶対喜ぶ。幸せもんだと思う。そうだね。サプライズだからね。そう。サプライズってやっぱ嬉しいもんね。そうね。そう。このプレゼント置いといて、置いといて、ちょっと一旦パイだ、パイだけだけ行きましょう。Let's go。Let's go。ガイス、トモヒロ、ボカミントミニル、体、ケタタティプラモマソ。どうしよう。だからあいつの部屋に俺がちょっとゲームしに行くって言って、で、ちょっと2、3分ゲームやって、あの部屋のドア閉めて、俺がトイレにこもって、お前がピンポンして開けてもらったところ。二人誕生日、二人誕生日ね。そうだそうだそうだ、めっちゃ忘れてた。トモヒロが多分びっくりするんだけど、オツカめっちゃびっくりする。なぜかというと、俺とユスケがまずはね、オツカ3人でこのサプライズ、でその後俺とユスケがオツカのサプライズ、
ちょっと待って、首がやばい。首がやばい。お前もか。ドッキリの二重構造。先生、僕、これだけじゃないですよね、もしかして。もしかしてですけど、あの、プレゼントありますよね。まさかあの、まさかあの、思い立ってやっただけとか、そういうわけ。確かに、プレゼントありますよ、さすがに。プレゼントありますよ。ありますよ。ありますよ。だから絶対びっくりする絶対びっくりする一番びっくりしてるとこれえぐいなえぐいなクリームってうわえ待ってどっち本当にどっち思い立ってやったもともと計画してたもともと計画してたもともと計画してたマジでそうだからダブルサプライズねダブルサプライズねブラジル生クリーム自分で買いに行ったのにやられてるさ完成ですそうだから面白いだから面白い OK guys ダブルサプライズどういやファスティーファスティービアラブルシーやナイスブルシーはい、二人ともねマジで予想外すぎたありがとうございますありがとうございますまずはね、ともひろのプレゼントこれが俺、おつかとゆすけがまあ準備したなるほどまずはねはいめっちゃ欠かせないもの一番大事それは俺としてそれとも YouTuber としてまあ、早稲田ボーイズ早稲田ボーイズとして文鎮版だそうせーのハハハハ直視版大事いやあのね今嬉しすぎてあのさ肌乾燥してるそう本当に今嬉しすぎて本当に嬉しい嬉しすぎて言葉が出てないよかったそんな嬉しいよかったねよかったよかった家のストック3つ目ちゃんと毎年もらってるからありがとうございますこれは嬉しいいやーしっかり死ぬまでには使い切りたいと思います絶対使ってほしいじゃあ次はねこれですこれねちゃんとしたこれそうすごいいいじゃんこれはね結構選んだね俺と君ですけどどうしたんえまあなんかね去年がねお祝いできてなかったからさそうね合わせてちょっといいもの買おうかなっていう感じになって2年分的なねそう2年分いやマジか嬉しいわもう箱がしっかりしてるからねうんそうマジで本当に箱だけとかないない重いでしょいきますはいマジじゃんマジでしょマジでしょいや、コービー大好きじゃんやばコービー大好きだし、最近八村塁もレイカーズ行ったじゃんそう、日本のさ、あのバスケ選手が移籍したからさで、しかも、これには理由があってナイキの靴いっぱい持ってるやんまあ、やけど、ハイカットってすごい持ってないでしょそうだねだから新しい自分を見つけてほしいなっていうことでガチそうですこんないいもんもらっていいのこのチャンネルどっちもってだけじゃないからたまにやねこのチャンネル何やと思ううわありがとうマジか使ってください使ってください日本語バターもバカにすんなおめえあのペンちゃんだけだじゃないからどんどんやばい次回からのプレゼントのクオリティが上がったいやいやいやまあ2年前やなね、うわありがとうございますありがとうございますうわ嬉しいわナイスこれもしっかりね塗ってかないと塗ってください。ありがとうございます。よー、嬉しい。マジか。じゃあお使い用のプレゼントは？はい。じゃあ一つ目。これ一番大事。うお。うお。え待って。嘘じゃん。ワセリンボーイズ。これ一番大事よね。やっぱり。ワセリンボーイズね。いただきます。はいじゃあこちらで終わりでございます。じゃあで終わりで。大塚といえばおー大塚大塚タイガーですおおまあ何かは知らないけどええやつやん待ってすごいこいつ今回今回だいぶ今回やばいハードルがやばい次からどうしようグレードが上がったぞ今回え次は俺だよやばい
下駄しますね、下駄しますね。え、鬼塚タイガーだ、初めてか。いい、うわ、いや大塚だから鬼塚でしょ。そうだね、ついに、まあ、持ってないでしょ。ついにあのよくスラングでバカにされてるから本当に履ける男に。うわー、うわー、いい、この色好きなんよ。一緒に回った時に、うん、クリーム色が好きって言ってたの、うん、でクリーム色の中でどれが一番おしゃれかなっていうのを見た時に、うん、でシンプルな多分スニーカーが好きなのよ、うん、だから、まあ、シンプルなスニーカーの中で一番可愛いものを選んで。ナイス。昨日買ったんだ。昨日じゃない、え、ともひろのあれを買いに行ったその後、あ、別れた後、え、なんかそのこれ買いに行った時に一緒に鬼塚タイガーとかユウスケと一緒に回ってたの。うん、それで反応を見とった俺は。あー、ナイス。えぐいわ。えぐ、俺もただお金出しとくからね。エヌルジャにあるからね。エヌルジャにいるからな。ありがとう、ワンタップ、ワンタップ人は、ありがとう、ワンタップ人は。まあこれだけではないんですけど、そうだね、ここから、あの勝負が始まります。勝負が始まります。まずはね、プレゼント飲みたい、これ。え、なにこれ、ブルートスピーカー。マジじゃん、マジ満タン、マジマ…え、今回どうした、マジで今回はね。じゃあ、え、開口のされたの、その強さはこれ。わー、はい、こちら、え、これかけてってこと。うん、うわ、マジか。哺乳瓶早飲み対決でございます。あ、あれもあれもあれも、あ、そうで、負けた方、そう、負けた方は一応もらえるじゃん、なんか、うん、はい、負けた方はほぼもらえるものは罰ゲーム、罰ゲームをもらいます。で、これだけじゃなくて負けた方にもう一つプレゼントあります。あ、そうなんだ。それは言いません。あー、でも、まあまあいいもん。いや、でもさ、これがあるからさ、俺スピーカー欲しかったし、うん、ソニーやしな。そう、まあまあいいもん。これ俺が買いに行ったもんね、これ取り付けですね。おととい買ってるな。よし、やっていきましょう。はい、はい、君たち、おむさかさき、おむさかさき。飲み方がわからないんだけど、噛むのかな、吸えばいいのかな。自由、自由だから、それも詮索しながら探しながら。え、硬っ、めっちゃ硬いんじゃん。これ三平ハビスね。いくよ、チアーツ、いきます。3、2、1、ゴー。ん、ん、え、赤ちゃんすごくね。全然待って、潰れる。全然吸えないんだけど、待って待って待って。うお、とも早い、早い、うお、とも、とも、うわー、最後の最後でコツ掴んだ。うわー、しゃー、非常に悔しいです。あとなんか哺乳瓶飲むとすげえうまいわ。うまいんだ。なんかダイエットできたの気がする、ね、なんか少ないんやけど飲んでる量、うん、なのに満足感すごい。満足感すごい。もう晩飯1回分ぐらい。マンタプちゃん、俺らも飲もうか。使おうか。バイジェロ。バルバルすぎるから。やだ。え、ちょっと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 。ちょっと。ボスベイビーすぎるね。リアルボスベイビーや。うまっ。なんかさ、満足感あるよね、う、うん、違うよね、いつもと。やってみ、難しいよ。ん、吸えないんじゃね、全然。昔思い出して、もっと昔、もっと昔、生まれた時の、もっと昔思い出して。うん、むずっ。マジむずいよね。マジむずいやん、これ。オッケー。めちゃめちゃチャブなんだけど。え？うわ。え？すげえな、これ。
マンタボ。ただの辛いじゃん。ただの辛い。テーチャベ。テーチャベ。テーチャベ。うーわ、やばそう。うわ、マンタボ。匂いが、チャベすぎる。やば。うわ、ほんまや。チャベすぎる。何これ。いただきます。背中。背中に。でも、お前日本人だから好きでしょ、絶対。辛そう。生クリームとか何美味しい？いや、てかお茶のおの字もない、あのおの一画目もないぐらい何もない。チャベス、チャベ、チャベ、アイルチャベ、アイルチャベ、アイルチャベ。でも辛くない？まあ、ピリ辛？なるほど。でも多分一気に飲んだらやばいかもしれんけど、普通に痛い。うん、痛いわ、喉めっちゃ痛い。やりすぎでしょ。これ過剰演技。これ演技でしょ。じゃあーってやんないとこのチャベたちが逃げてかないよ。いやー楽しかったー。マンタムジーわー。まだです。まだです。そんな負けた大塚に、負けた方にもプレゼントあるって言ったじゃん。言ってた。じゃあ出して。これ俺知らない。こちら。スタシウンティスタシウン新宿のお前これ買ったんかい。もちろんすごい新大久保もちゃんと買いてある。なんかブカブカブカでちゃんと大塚オーバーサイズ好きだから L サイズです。嬉しい。これは余裕めっちゃ山手線や。めちゃくちゃ山手。これはやばい。これやば。これでもインドネシアのみんな絶対欲しいよね。いやーこれはでも確かに多分多分これでも海外旅行行ってちょっと欲しいわこれタイプ。なるほどねー。気はしないけど。そう。やばい。これ着てちょおもろいやん。これ着て新宿行ってでまあなんかあのサインの下に。大変長らくご乗車お疲れ様でした。次の駅は新宿。新宿参ります。来て来て来て。お越しの方はこちらでお降りください。次は代々木。代々木ダタン新宿。いやこれ好き新宿部だから。あ、これ俺がめっちゃ乗ってる。めっちゃ乗ってた。一番乗ってる。そう、一番乗ってた。え、ちょっと一緒に写真撮った方がいいんじゃない。あ、そうだね。ホームタウンと。はい、チーズ。はい、ナイス。どういうこと。新宿、新大久保、高田馬場だから。あ、そうか。ユースケもユースケもユースケも。なるほどね。それ3人。はい、チーズ。なんやねんこれ。なんやねん。お願いしにくいにゃ。ヘビブリだけね。そう、だから。そう、舞台だから。よー、ありがとう。ちなみに、これさっき、あの、休憩あるじゃん。あの、晩ご飯前に。で、ゆうすけが。そう、ゆうすけの俺がね。そうそうそう。だから、じゃあお前ずっと俺の部屋で喋ってたのか。あ、そう。あー。あー。なるほど。なるほどね。自分のケーキ自分で買いに行ってるから。しかもそれも知らなくて。じゃあまずはね、ともひろとおつかどうぞ。はい、いただきます。エブリすぎる。ありがとう。うわうわ、すげえ。ちなみに新しい年齢のモコヒューとかありますか。えーまあ2つあって、1つ目は今年こそパイロットの学校に入学したいということですね。アメン。アメン。で、二つ目は、今最近個人チャンネル頑張ってるんですけど、はい、ちょっと今年100万人持ってきたいなと。頑張れ。頑張りたいと思います。はいはい。で、あとまあ、三つやな。世界旅行をしっかり成功させたいね。そうね、そうね。まあ、これはもう、アミン。はい、いただきます。うん。本当だわ。俺は、まあ一つは、まあ今やってる就職活動をしっかりとやって、はい、まあ自分の希望する会社に入ること、うん、で、二つ目が、みんなと一緒に行く世界一周で、うん、いろんな価値観に触れて、なんか自分の、まあ、知識だけじゃないけど、いろんな考え方だったり、そういったものをアップデートしていきたい。いいね。イエーイ。オーケーガイズ。まあ楽しかったね。ありがとう。
やっぱり友達いれば、まあ、そうね、友達だけじゃなくて、まあ、なんかケアする友達、うん、人を喜ばせることも嬉しいし、そうね、さらにプランクできたことかも何より、うん、最高でした、ね、めちゃくちゃおもろかったな、めちゃくちゃおもろかった、いやはい、皆さんそれじゃあ見てくれてありがとうございました。いいね、ちょっと録音してお願いします。お願いします。じゃあまたね、またブー、ジーバー、ありがとう、てまかしー。